急遽堂は、諸外用品、項の老舗専門店である。1663年に、役所賞として創業し、ヘビーいただき石などの民間療法薬を販売したが、その後徐々に業態を転換し、項や文房具を扱うようになった。京都に本店、東京に銀座本店を置いており、東京急遽堂は、さらに5つの視点を持つ。1万点の商品があり、 死後戦天は、常時天内に置いているという。千百八十年、源頼朝が、熊谷直ザネの軍事的活躍を称え、向かい場との加盟を送った。直ザネは百八十六年に、平厚盛を打つなど活躍するが、千百九十三年に、出家して、法年の弟子となり、連世と名乗った。千六百六十三年、直ザネから数えて二十代目の子孫を称する。 北心が役首相として、現在の場所に店舗を開いて創業。野豪は、受学者、室久宗が、司教の湘南の辺にある、イカササギユース、イキュウキョの寄り取って命名したもので、カササギのスに、たく卵する鳩の様子から、店はお客様のものという献上の心で、経営すべきとの意が込められた野豪であるという。同時に、この野豪は、向かい輪とのカモニア、 室9層の画号にちなんでいる。1700年代に入ると、薬種と鉱の原料が共通することから、燻行線攻の製造を行うようになる。また、薬種原料の輸入先である中国から、諸外用品を輸入して販売するようになった。1789年頃来雷山洋ら文人木角との交流から筆、炭も扱うようになり、独自の技術が、 中国製をしのぐものだと評価されるようになる。1800年代初頭、雷山陽が監修し改良された筆や墨が完成。その出来を気に入った山陽は、急遽堂に書や巻物を送った。1850年前後、四代目の時期卿は、社会奉仕に力を入れ、天然痘の予防摂取を取り扱う主頭書である、有野武道を設けたほか、 これら対策に尽力するが、1859年に自身もこれらに感染し、その生涯を閉じた。1860年前後、7代目の直高は、有野ノ道に教育塾を設置。これをもとに、1869年、日本初の小学校である、留置小学校が開校した。没後の1903年に直高は、増樹語を授かる。 1877年4代目の実況以来、行われてきた社会奉仕並びに、国事事業への貢献が認められ、当時の大乗大臣である三条耳から八代目の直行に、平安時代から伝承されてきた、宮中御用の合わせ口の秘密の調合法のすべてが伝授された。この調合法は現代まで急挙動の当主によって受け継がれている。1891年、 区内省御用達制度が制定され、皇室御用達の業者となった。この制度は1945年まで続いた。1942年個人組織であった、急挙動が、急挙動製造株式会社、株式会社京都急挙動、株式会社東京急挙動に分社化された。東京急挙動本店。右隣は、ア愛ドリームセンター、銀座急挙動、 ありがとうございます。